運転楽しんでる？はい、というわけでどうもかよちゃんレルでございます。今回ですね、話題の商品ちょっと手に入れてきました。ということで、じゃじゃん、こちらになります。こちらオッドキャスト P3 でございます。なんとこちらにある純正のナビを使って YouTube や Netflix を楽しむことができてしまうというやべえやつ。ただね、視聴者さんの中にも、ちょっと待って、それ危ないんじゃないみたいな、耳にしたことがある人もいるんじゃないのかなと思います。ほんで、私もね、お仕事をお受けするときに何でもお受けするんじゃなくて、やべえやつはね、基本紹介しないね。基本というか絶対紹介しないだね。ほんでね、これ調べた時になんかいろいろとやばい、症状があってさ、これにより、なんだか純正ナビがぶっ壊れて、車がぶっ壊れて、高額な修理費用が発生したみたいな、何十万とか、やべえやんやべえやんみたいな、ちょっと待って怖いんですけどこれみたいな、ちょっとごめん、仕事ちょっとこれは無理かもしれないみたいな、なんかこういった症例があるんですけどみたいな感じで、相談させてもらい、これが本当だったら僕自分無理ですっていう風に、お話ししたらですね、ちゃんとお話の機会があり、なぜそうなってるのかしっかりと、はい、分析することができました。ということで、なぜこれでね、車がぶっ壊れることがあるのかというと、これとは別にテレビキャンセラーっていうやつがあるみたいなんですよね。全くオッドキャストは別物です。メーカーも全然違うし、テレビキャンセラーっていうものがあって、それ何ができるのかというと、このテレビキャンセラーを使うことで、運転中であってもテレビが見ることができてしまうっていう、車自体に動いてる時であっても車が止まってますよって偽装するんですよね。その機械により偽装することにより、運転中でも DVD 見たりとかテレビを見ることができたり、そういったことがね、できるようになるやつ。ただ最初は良くても、自動アップデートとか、最近の車ってもうコンピューターみたいなもんで、それによりぶっ壊れるっていう、全くこいつ関係ないっていうね、その別に誰かがつけちゃったテレビキャンセラーによりぶっ壊れてしまうという症例が相次いでるみたいでございます。なので皆さん、今からね、動いてる時も見れるようにするみたいな、そういった場合にテレビキャンセラーマジで気をつけて。これちなみにテレビキャンセラーついてないです。なんかつけようかなって思った時があったんですけど、なんかあった時、横の助手席の人便利じゃんみたいな思ったんだけど、絶対ダメだわって思いました。ちなみに国内外含めて、このオッドキャストをつけて壊れたっていう症例はね、今のところゼロらしいでございます。まあ、というわけで早速ですね、このオッドキャストとは何ぞやと、使ってみましょう実際に。はい、まずこちら中身はというと、おー出てきた、このまん丸のやつですね、まん丸のやつ。まずこれ例えるとすると、小さなスマホです。実はこの中にね、Android が入ってるんだって。ほんでね、最近のね、車とかだと、USB でつなぐだけで、なんとですよ、スマホと連動させることができてしまうんです。まあ、例えば、こっから出てるケーブルで、つないであげます。はい。はい、こんな感じで、まあ、一部のアプリが対応になってるんだけど、こんな感じでね、まあ、カーナビを含め、まあ、YouTube ミュージックだったりとか、まあ、基本的にこれで音楽を再生したりとかってすることが多いです。ただよ、こちらのオッドキャストでも同じようなことができてしまうし、またちょっと違うんですよ。はい、では、今回付属してきたね、ケーブルを使ってやっていこうと思います。ケーブルちゃんと差し込んでいただいて、ほんでこちら見ていただくと、端子もいろいろあって、まずタイプ C ここにあります。タイプ C でつなげてあげます。よいしょ、すると、おーい、光った光った。接続としてはたったこんだけです。すごい、今ね、多分 Android が起動してるんだと思う。あ、すると、あ、今オッドキャストって出てきた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 、こういうことっすね。起動しましたね。どういうことみたいな感じでしょ。見て、こんな感じで、はい、結構ね、これがまた滑らかなんですわ。まあ、スマホほどね、もうサクサクまではいかないんだけど、こんな感じで意外と操作性はね、悪くないんですよ。まあ、もちろんこのナビにもよるかもしれんけどね。ほんで、いやいやと、タイプ C ケーブルねえぞっていう方、ご安心ください。なんと HDMI ケーブルにも対応しておりますので、モニターの方に HDMI の入力があればサクッとさせてあげるだけでございます。いや、いいよねいいよね、これにも対応してるのよ。ちなみにこちらね、使える使えないっていうものもございますので、一応ね、対応表は見といた方がいいかと思います。概要欄の方にね、リンクございますので、そちらチェックの方してみてください。それでこれ万が一ね、使えなかったっていうことあったら、返品返金など、そちらの方も対応してるとのことでございました。まあ、とりあえず、これちょっと使っていこう使っていこう。
はい、ということで、早速使っていこうと思うんですけど、基本的に、まあ、スマホと一緒ですよね。ただデフォで、まあ、マップアプリはもちろんなんだけど、ディズニープラスやネットフリックス、プライムビデオなどなど、 YouTube もですね、いろんなものが最初から入ってるから楽。ただこのままだとスマホと一緒、電波がないと使えないですよね。それで車内 Wi-Fi がある人はね、まあ、それに接続すればいいと思うんだけど、今回だと今車内 Wi-Fi ございませんので、こっちの方からね、Wi-Fi をオンにして、自分のやつにね繋いでいこうと思います。よし、一旦繋がったぞ。ちょっと使ってみますか早速。YouTube ぽい。おー、スマホと一緒だ。カズチャンネル。おー、めっちゃ晴れてる。はい、おー、どうもカズチャンネルです。ついに発表。いけてるいけてる、すごい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 。ほんで、こんな感じでちゃんとね画面タッチで使う。ほんとね、大きなタブレットみたいな感じだよね。はい、いや、いいじゃん、めちゃめちゃ使いやすい。いや、一緒だね、ほんとにね、スマホと一緒。はい、そして今回よくしょ、はい、この戻るボタンがあるんだけど、こう横にスッてすると、これ長押しするとなんと、分割までできてしまいます。画面分割、よくしょ、こんな感じで2つにできるんですよ。やばないやばない。ほんでもちろん、このマップ、こっちとこっち別々にこうやって動かすことができてしまうという、すごいよね、便利だよね。ほんでこれ画面比率も、いや地図をね大きめにしたいんだとかね、いやいや動画をね大きめにしたいんだとか、こういったこともできるようになってる。ベリーグッドでございます。まあちょっとね、今は地図だけでいいので、ちょっとこれでお出かけでもしてみますかね。福井駅みたいな。東に進みます、続いて右方向です。さあ、ということで無事使えておりますね、素晴らしい。およそ500メートル先、はい、大名町を右方向です。はい、そうですよね、はい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 。ということでやっぱ使い慣れてるから自分好きなんですよねこのマップはい、こっちですみたいな。本当にねスマホと似たような感じで使えるから、まあその点誰にでも扱いやすいんじゃないのかなと思います。悪くない気がする。そんでなんかスマホみたいにね、こういうなんかちっちゃくマップを出すみたいな感じのこともできるようになってるから、片側ね助手席の人が別のアプリを開いたり YouTube 見たりしながら、運転手の人はねこうやって地図もいろいろ確認しながら行くこともできるようになっております。はぁ、帰ってきました。ただ今のままだと、まあ、地図とかいろいろ使い勝手が良くていいよねみたいな。ただよ、いやいやと、後ろの子供たちなんか YouTube 見たいとか Netflix 見たりしたいんだみたいな。今のまんまだと前の画面でしかこれ映すことができません。はい、そういった時に先ほど、お話しした HDMI でございます。はい、今こちらですね、HDMI ケーブルで接続してみました。もちろんこの電源は必要だからね、注意してね。HDMI でこちら、入力するとなんと今現在この画面出てるじゃないですか、こちらの画面そのまんまですね。これ出てんのかな、後ろ出てるということで、 HDMI の画面であればこうやって後ろの方にね出すこともできてしまうんです。めっちゃいいじゃん。ほんで自分の画面だとこっちはね前の画面だけは AirPlay のやつを表示させることできるんで、こうやってねタッチで触ることもちゃんとこれできるようになってて、この画面がそのまんま後ろに流れてる。そうだよね、ほうだねほうだねほうだね、うんうん、後ろタブレットみたいにこんな感じでちゃんと動くようになっております。便利じゃん。そして最近 YouTube とかだとね、どんどん飛ばしちゃったりとか別のやつ見るとかそういったこともあるでしょう。それを子供たち、後部座席の子たちがやりたいということもあるんじゃないのかなと思います。そんな時はじゃじゃんと、はい、こちら Bluetooth のリモコンがございまして、ちゃんとこれ Bluetooth 登録しないといけないんですけども、こちらによりなんと後方からも操作ができるようになってしまうという、
いやー考えられておりますね。はい、ということで今回ですね、紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。すごい不安なところはね、最初ありまくりで、いやもうこのお仕事は断るって思ってたんですけども、実際使ってみてとか、そこの怖い部分のところを、理解することで、あ、そういうことなんだって、また壊れる原因って別のもんなんだみたいなね、そこら辺も理解できて本当に良かったというか、これいやすげー便利だわ。まあ、最大の、まあ、不便な点で言うと、まあ、これ自体、まあ、スマホみたいなもんだから常に、Wi-Fi は必要。ほんで私の、ところはね、社内 Wi-Fi っていうものが存在しておりませんので、まあ、毎回ですね、スマホのテザリングが必要になってくる、そこが一番不便なところになるんじゃないのかなと思います。まあでもね、こうやって簡単にねポチッと押すだけで、テザリング自体はね結構簡単に行えるものではあるので、まあそこはね不便とは言いつつも、まあまあ簡単に、長距離ドライブの時なんかはねもう最高にいい相方になることはね間違いねえんじゃねえのかなと思います。これでね後ろに画面も映せて、子供たちもにっこり、今までもう DVD をねわざわざ借りてきて、長距離ドライブの時はわざわざ借りてきて、ほんでそれを見せるみたいな感じのこともやってたんだけども、今回のような方法で後部座席の子供たちも楽しく、家族楽しくドライブもできるようになるんじゃないのかなと。ちなみにこちらですね、オッドキャストの P3 ということで、以前のね機種なんかも存在したりするんですけども、パワーアップポイントとしてはね Android 10から12になって、ほんでメモリとかストリージなんかもね、こんな感じでパワーアップしてということで、以前よりもね動作が軽くなったんじゃないのかなと思います。前のちょっと使ってないからわかんないんだけど、少なくとも今現在私が触ってるものはサクサクでございました。まあもちろん現代のスマホと比べると少しのねもったり感はあるかもしれないよ、でも全然使えるレベル。そんで何度も言いますが、テレビキャンセラーについてはやはりですね車を壊してしまう可能性がございますので、私の方ではですねそれは取り付けずに、はい、これからも行きたいなと思います。それでね、まあ未だこれにより壊れたっていう報告はないんですけども、もし万が一壊れたとかそういったことがあった場合には、そちらも保証するし、ほんで何よりねこれで映らないとかそういったことがあるのであれば、返品だとか返金も対応しているということですので、もし万が一何かあったらですねぜひ連絡してみてください。そしてね何よりこれでね動作が不安定っていうケースあると思うんですけども、原因としては車によってね電圧がね一定じゃない時があるんですって。そういった時はよくハードディスクとか、そこら辺であったりするんだけども、外付けのね DVD ドライブとか二股のやつ、 USB の口が2つになってるやつ、それを差し込んで電力を供給することでかなり安定することがあるみたいでございます。なのでもし動作が不安定っていう時はちょっとそちらの方ね怪しんでみてください。そして今回ですね詳細、購入ページはね概要欄の方にリンクございますので、もしよかったらチェックよろしくお願いします。ということで今回は、オッドキャスト P3 のご紹介でございました。